FM 一宮社屋演奏所 FM 一宮株式会社は愛知県一宮市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である iWave76.5FM の愛称でコミュニティ放送をしている2009年より市民有志により準備会合を行い 会社設立以前よりミニ FM やインターネットラジオを行っていた。2013年1月23日13時38分、開局。138は市の宮の語呂合わせでツインアーチ138など以前から市の宮市で親しまれている並びである。FM 市の宮、設立準備委員会から局愛称決定までのドメイン名にも含まれていた。 開局特別番組に初ボイノリオラが出演。周波数の76.5メガヘルツは、名古屋市に2009年まで所在していた、名古屋中 FM ラジオ放送と同一である。2015年5月1日より、J 字場インターネットサイマルラジオにて、インターネット放送を実施している。送信書は、市宮市役所に設置。市宮市の市政情報番組も放送する。 当初は、旧庁舎上に送信所が設置されていたが、新庁舎への移転に伴い、2014年5月16日、正午の停波後より送信所の移設工事を行い、試験放送の後5月20日より新庁舎から送信を再開した。庁舎可能エリアは、市の宮市のほか、港南市、岩倉市、北名古屋市、清須市、稲沢市であるが聞こえづらい場所もある。 2020年7月1日現在上記の時間帯以外はミュージックアイとして音楽放送を行う。また、毎年7月末のリモの感謝祭一のみや七夕祭り開催時期には特別編成が組まれ、放送時間の拡大や屋外からの放送、普段は放送のない日曜日の放送が行われている。毎週日曜深夜25時 -28、00は、 メンテナンスによる放送休止となる。ありがとうございます。